皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。3月6日、スノーマンの佐久間大介31が公式ブログ、スノ日常を更新。2月23日に公開された土屋太を29主演、佐久間が準主役のサスペンススリラー映画、マッチングに言及し、注目を集めている。 映画を見た女性誌編集者は話す。佐久間さんはブログで、マッチングの視聴者からの感想を X、旧ツイッターで確認していることを明かしたんですが、そこで俳優名への強いプライドを感じさせるコメントがあったんです。押しだからのひいきめ、いや、無理に褒める、ではなく、 ちゃんと評価してくれる声が本当に嬉しいと言います。佐久間さんは国民的アイドルのスノーマンの一員ですが、それとは切り離して俳優業に取り組んでいる姿勢を感じさせますよね。もちろんファンへの気遣いも忘れておらず、ファンが楽しんでくれて、自分や映画の魅力をファン以外の人にも伝えてくれていることに対しても、 佐久間さんはブログで心の底から感謝していることを綴っていました。そんな佐久間のブログに対しては、やっぱり私たちが褒めてもそりゃファンだからなって思われちゃうかなと思ってそうじゃないことを伝えようと頑張って言葉を選んでたんだけど、それが伝わってるのが本当に嬉しい。いくら推しの映画でも、良くないものだったら熱量は下がっちゃうんだけど。 映画も佐久間くんの演技もすっごい良いものだから、オタクも布教するし応援するんだ。といった歓喜するファンの声が、X に多く寄せられている。映画、マッチング、は、恋愛におくてなウェディングプランナーただしま土屋、がマッチングアプリをきっかけに、アプリコン連続殺人事件に巻き込まれていく物語。 佐久間は林家のストーカーで異様な言動を繰り返す青年、長山ともを演じている。佐久間さんといえば、よく通る大きな声と全力で体を張る姿など、スノーマン屈指のバラエティ要因。早朝からのバラエティ番組、ラビット、TBS 系、では毎回、朝から明るく楽しい姿を見せてくれるタレントですよね。 しかし、映画、マッチング、では、本人の、世界一斉かな佐久間、というコメントに違わず、常にテンションが低めの駅。ゾッとするくらいに暗くて何を考えてるのかわからない目をしていて、美男子、佐久間さんという、ビジュアル補正、があっても気持ち悪さが吹い切れない、不気味な存在でした。 現実に街中で見たら、即通報されてしまうことでしょう。詳細は伏せますが、闘争シーンや、とある人物とのアクションシーンもあり、そこでは日頃のダンスで培ったしなやかな肉体が生きた迫真の演技も見せてくれていた。全体を通じて、良い意味で、しばらく恋愛映画のオファーは来ないだろうな、と思わせる開演でした。 全道そんな「マッチング」は公開初日の2月23日から26日のオープニング3日間で興行収入2億9554万円を記録。興行成績ランキング2位、実写映画では初登場1位の子をスタートを切っている。このの初日3日3間の数字は 俳優業のイメージが強い旧ジャニーズタレントの主演の映画作品にも勝っている。具体的には、昨年10月公開の嵐、二宮和成、40、主演の恋愛映画、アナログ、は初動2億5200万円。キングプリンス、長瀬恋、25、主演の法廷ミステリー映画、法廷優に、 11月公開が初動1億6900万円だった。なお、昨年公開の映画で、マッチングの次に書道講習が高かったのは福原遥25と水上講師24のダブル主演映画、あの花が咲く丘で君とまた出会えたら、12月公開で、 3億 2, 万円逆に「マッチング」の次に続いたのは北野武ビートたけし77」主演監督編集脚本の映画「首11月公開で2億6100万円だったアイドルだけではなく一流の演技派俳優としても国民的存在の二宮さん 現在放送中の厨房のアリス日本テレビ系や4月クールの東京タワーテレビ朝日系などドラマ映画など俳優業に力を入れている長瀬さんを超えるポテンシャルを佐久間さんは秘めていると言えるのではないでしょうか全室の女性誌編集者スノーマンでは目黒蓮27 が昨年3月公開の主演映画、私の幸せな結婚、で書道6億5400万円を叩き出すなど、俳優としても頭一つ抜けた活躍をしているが、佐久間も存在感を発揮しつつあると言えるだろう。佐久間さんは昨年10月23日に、彼が推している VTuber、 星町水生産との交際疑惑が浮上して炎上双方が交際を否定後もしばらくいぶっていた時期がありましたしかしマッチングの講演や俳優業ファンへの熱い思いを綴った今回のブログを経て好感度は完全に取り戻せた感じがします今後もバラエティにも全力で臨んでいくのでしょうが 俳優としてのさらなる飛躍も期待できそうですよね、全道メンバー個々が進化し、グループ全体がさらに大きくなっていっている感のあるスノーマン。俳優、佐久間大介の進化はこれから見られるのかもしれない。3月7日発売の、アンドガール、主婦の友社、の特別版の表紙を飾っている佐久間。 腹筋の割れたしなやかな肉体美には、かわいい佐久間くんとバッキバキの体がイコールではない最高すぎ、最近さっくん色気ダダ漏れだねたたんでもドキッとする佐久間丹さんもかなりやられるやつ、といった声が多く寄せられている。どこだと思いますか次は CU でした。